アリサです。今からまたまたハッピーワンさんの社長さんからいただいたスクイズを紹介していきます。イエーイ。ティアラチャンネル。はい、こんな感じです。もう、なんいや1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,7 個もいただきました。ありがとうございます。じゃあ今から紹介していきます。まず1つ目がこちらです。これはブルームさんのスクイーズ。じゃあ開けてね。おお、めっちゃ柔らかい。すごい、めっちゃ低反発で、キーホルダーもついてるよ。だからランドセルにつけたりして。次がこのスーパーソフトスクイーズ。抹茶の香り付きらしいです。食べ物にはありません。口の中に絶対に入れてください。ロールケーキ、これもね、ほんと低反発で分かりにくいと思うんですけど、抹茶の、わかるか抹茶の色。なんかあれさ、抹茶のロールケーキ大好きだから嬉しいです。次、すごいよ。じゃじゃーん、これはメロンパンです。巨大、ほんとに巨大。じゃあ開けるね。じゃじゃんこれね、ずっしりしてるのにめっちゃくちゃ低反発。ほら、めっちゃ、もうすごいねっていうくらいほんと低反発で、裏まで焼き目がすごいリアルで再現されてます。くぼみもね、ちゃんとあって食べちゃいそう。すごい。次はアリサが大好きな、今も着てるユニコーンのスクイーズです。じゃあ開けるね。これはね、じゃじゃん、こんな感じです。マシュマロみたいだね。ほら、マシュマロみたいじゃない？ね、ほんと気持ちいい。ほら、角もね、ちゃんと色がついてます。こんにちは、ユニコーンです。かわいいね。で、この袋もね、青色でね、後ろにね、ほら、キャンディーとか、キャンディー、うん、キャンディーとかがあって、かわいいです。これアリサが大好きなイチゴ。じゃーん。じゃあ開けるね。そう、これね、ほら、可愛くない？このイチゴをね、2つ重ねたら1個になるみたいだよこんな感じでーす。じゃーん。おー、気持ちいい。わー、すごい。丸みがあって可愛いね。裏はちゃんと模様がついてます。あ、気持ちいい。低反発すぎるじゃないか気持ちいい。種もね、一つ一つ再現されて可愛い。ヘタもあるしね、すごい。じゃあ次は、じゃじゃん、スイカ。これもね、2つつなげたら1個になる。じゃーん、ほら、すごくないですか？この姿、わかりますか？この模様もギザギザしててリアルだし、種もね、ちゃんとあるっていう凄さ、素晴らしさ。じゃあ、最後がこの食パンです。ビッグの食パンだね。この切られてない食パン。こんな感じですこれはどこから開けるのかな。じゃあ触り心地を、ね、待って、これ枕にできるよ。おお、すごい、枕やん枕やん。ほら、見て、ちょっとやばいやろほらほらほら、超絶低反発で気持ちいいし、この裏もね、ボコボコしてて、え、本物パンじゃないみたいな感じ。ほら、すごい。
ここパンってさ、ここはツルツルしてるじゃん。でここがザラザラしてるじゃん。ボコボコね。リアル。はい、ということで今回はアリサがハッピーワンの社長さんからいただいたものを紹介しました。原宿といったらハッピーワン。